アキラさんの絵を見ていきましょう。ハードチャンネルを見て久しぶりに絵を描きたいと思いました。 SNS に発表できるようになりたいです。だけど魅力って何か分かりません。まずこの絵のいいと思ったところからお伝えします。すごくセクシーですよね。色っぽいお姉さんの姿が描けてると思います。ファッションも個性的ですし、人を誘うような腕を上げたポーズもいいですよね。僕が何よりもいいと思ったのはこの目つきです。なんか強気でちょっととね、人を見下してるような勝ち気な目って言ったらいいのかな、ふふんみたいなこの表情をしてこっちを見てるっていうのもすごくセクシーだと思いました。イラストとか漫画とかキャラクターは目がすごく大事なんですね。今までの動画でも何度も言ってますけども、キャラクターの絵があったら人はどこを見るかというと、体よりも顔を先に見るんですね。そして顔の中でも目を一番に見るんですね。だから目が魅力的に描かれていることが大事になってくるんですよ。このキャラクター神崎里奈さんかな、この人は、まあ、自信があってわがままと、だけど人を引きつける魅力がすごくある人っていう風に設定書いてあるんですけど、そういう雰囲気が顔だけではなくて全身のポーズを使ってで表現しようとしてるところが良いと思いました。それとね、僕的にいいなと思ったのが口調が変わるっていう、すごい細かいとこなんだけど、二の腕のたるみなんつうんかな、腕がね、肉感的なんですよ、この人。腕のこの、なんつうの、ぷよぷよした感じが出てるのがいいなって思いました。こういうの不思議だよね。なんで出る人と出ない人がいるんだろうね。影も何もつけてないけど、アキラさんが描く腕っていうのはすごく立体的で厚みを感じるというか、肉体をすごい感じるんだよね、俺。右腕にも左腕にも。これが出てるのがいいなと思いましたね。胸よりも足よりもどこよりも腕が一番こう肉体を感じるっていうかね。しかもちょっとこう疲れた二度腕っていうか、このキャラクター何歳って設定なんだ ?21 歳か?いや、まだちょっと疲れるには早いな。でも、このたるんだ感じがね、俺はいいなと思いました。今のままでもね、セクシーなお姉さんが上手に描けてると思うんですけども、どこを意識すればもっと魅力がアップするのか、絵を描くことで見せていこうと思うんですが、この絵は、アキラさんが描いてくれた元の絵の画風の見本として置いておきたいので、この絵をトレースしていこうと思います。トレースしてみました。それではどこを意識すればもっとこの絵がレベルアップするかという部分なんだけど、僕が気になったのは、そうだな、やっぱ体の歪みかな。このポーズすごくいいポーズなんだけどね、なんつうんかな、首と上半身と下半身のバランスがおかしいというか、顔がこうあって、ここの部分とここの部分とここの部分、1、2、3、顔、まあ、首と言ってもいいかもな、これは。で、上半身、下半身、この三つに分けた時に、これがなんかちょっとうまく合体してないっていうか、顔だけ見たら魅力的だし、上半身のこの腕を上げてるポーズもいいし、この下半身の腰のひねりなんかもいい感じなんですよ。だけどこれが合体したら、あれってちょっとなってるっていうか、例えばパッと見て僕はちょっと首を突き出しすぎな気がして見えたりとか、上半身に対して下半身が小さい、まあお尻が小さいっていう風に見えるんですね。わかりにくい人もいるかと思うので、絵を反転して見てみましょうか。この再びトレース台を用意しました。これ電気つけますね。さっきのこの絵、これをペロンと裏返して、裏から見てみます。こうするとわかりやすいと思うんですけど、さっき僕が言った歪みに気がつくかな。顔の部分と上半身の部分と下半身の部分、この3つがうまく結合してないように見えると思わない？なんかちょっと首の突き出し方が不自然に見えたりとか、胸や腕に対してお尻がすごく小さく感じないかな。こうしてみると、あ、見えた、わかるっていう人もいると思います。僕個人的には絵を裏から見るっていうのはそこまで厳しく見ないでいいと思ってるから、まあ僕は漫画家なんで、漫画
画を単行本読んでて読者が裏から絵を見るってことはないのでね、っていうのが漫画は表と裏と両方に単行本は印刷されてるから、絵がだからここまで厳しいことをしなくてもいいと個人的には思ってるんですが、でも僕は正面から見ても首と上半身と下半身のチグハグした感じが見えちゃったんですね。なのでこの歪みを直す必要があると。二つ目が服装というかファッションがどんな服を表しているのかっていうのがちょっと分かりにくいっていう部分かな。まず一つ帽子ね、ちょっと僕は大きすぎると思います。ここまで大きいと顔までスポッと入っちゃうっていうか、こういう大きな帽子があるのかっていうことを僕あのファッションに詳しい女性に聞いてみたんですけど、こういう風な帽子はないんじゃないかっていう風に言われました。あ、デザイン的にだよ。いやなんかあるじゃんこのファッションで、あえてちっちゃい帽子とかあえてでっかい帽子とか、あ、そうそう、そういえば今思い出したけど、昔なんかねちっちゃい帽子流行ったよ。なんか俺が高校生ぐらい、顔がねこうあったらこう女の子の顔あるじゃん、帽子ってまあこれぐらいの大きさじゃん、じゃなくてわざと小さい帽子女の子つけてたな、ヘアピンみたいなんで、なんかこれぐらいの帽子をつけるってなんか流行ったよ。これがまあ可愛いっていう感じなんだろうな。だからデザイン的にアクセサリーとして極端に大きいとか極端に小さいっていうのはあり得るから、こういう風みたいな状態の帽子があるのかなと思って聞いてみたんですけど、こういうものはないというふうに言われたんで、だからまあこの帽子はちょっと大きすぎるんじゃないかって思ったことと、この人が着てる服も僕はボディコンみたいなピチッとした服に肩にストールって言ったらいいの、こういうのってショールって言ったらいいのかな、なんかそういうものをかけてると思ったんですよ僕は。でこれもまあ自分だけの感覚で決めちゃいけないなと思って、ファッションって言ったらやっぱり女性に聞くのが間違いないと思うから、洋服屋さんに勤めてる女性とかに聞いてみたんですね。そしたらこれはこういう袖の服ではないかと、ショールとかストールとかをかけてるんじゃなくってこういう袖のデザインの服があるよって言われたん でその写真を見せてもらったら確かにそれなのかなと思ったので、これは袖と解釈して今回こっちの絵を整えようと思うんですけど、ただそれが通じてないわけじゃないですか、僕っていう絵を見る人にどんな服を描いてるか結局伝わってないっていうことになるので、この服の描き方も甘いと思うんですよね。僕カーディガンを肩にかけてるのかなとかも思ったんで、あともう一つが、まあ、この人魅力的に描くっていうことがわからない、魅力って何でしょうみたいにすごい難しいなんか問いかけをメールでしてきたんだけど、そこをちょっと描きながらちょっと一緒に考えてみましょうかね。さっき言った体の歪みからまず整えないともう全ての話が始まらないんで、ちょっとまたこの人のね服を脱がさなきゃいけないんだけども、もう毎回もうそういうことね言ってるけども、もう視聴者はもううんざり来てると思います。もうねハイド先生やめてくださいと、僕らは絵が上手くなりたくてこの動画を見てるのに、そんなね女の人を脱がすとかそういうね下品なことはねやめてくださいと、僕らは女性の体なんて一切興味がないしそんなものは見たくないんだって、ね、まあ思ってる人がほとんどだと思うんですけど、まあ、これも絵を綺麗に描くために骨格というかね、その肉体から見ていかないと絵は上達しませんから、申し訳ないけども今回もちょっとねこれ脱がさせてもらいます。このストールかショールか袖かなんかわかんない、これをちょっと消していきましょうかね。こういう感じでしょ、でこう で胴体がこう着てるからまあこういう感じだと思うんですね。この脇がこうあってでこういう感じですね、こう肩が上がってかけてるのはいいと思います。でこれもこうでしょ、でこういう感じだと思うんです。イメージ的に胸がここにあるからこういう感じですよね。ちょっと髪の毛もちょっとこう消そうかな、ちょっと邪魔なんでね、体を確かめたいんで、こうやったらこの人の肉体がわかりやすくなってきますよね。はいです先生やめてください、この人の服を脱がすなんてそんなかわいそうなことやめてください、僕の今着てるカーディガンをこの人に肩からかけてあげたいって、あの男性の視聴者の皆さんはそう思ってると思うんですけど、もうちょっと待ってくださいね。もうこういう感じで足がこうだからこの辺ですよね、こうこの辺でお尻というか腰というかこういう感じなわけですよね。でこれもこう消していきます、ここもでこういう感じですよね。やめてくださいハイド先生、そこ女の人のそこを描くなんてひどい。これ絵を描くためにね、あのヌードデッサンとかあるじゃないですか、ああいうのやっぱりなんであるかっていうと服をまとわない状態で描くのが一番上達するんですよ。もっと言えばですよ、もっとこだわりがある人は肉も剥がして、肉も剥がすってすごい残酷な言い方だけど、骨残
の構造、もう骸骨がこうあって骨がこうあってもう肋骨がこうあってこういうもうこっからやるんですよ。絵をとことん追求する人はね、もうこの肉すら剥がして骨と筋肉の筋とかそんなんからまでやる人もいるぐらいなんですよ。だからやっぱ大事なんですよね、こういうことを把握するっていうことはね。で今こうやって服を取っていくとこの人の体が見えてきたじゃないですか。そうすると不自然なのが分かってくると思うんですよね。なんかあれおかしいなって感じに。この僕帽子これも取りたいんですけど、この人はなんでこの帽子が大きくなったかっていうと、髪の毛も洋服みたいなもので頭蓋骨って こういう感じじゃないですか。この人のこの人の頭を脱がすと髪の毛を脱がすと、帽子っていうのは頭に被るものなので頭がすっぽり入るぐらいのこの大きさなんですよ。だけどこの人は髪の毛の上に帽子を被せてるから巨大化してしまったんですね。つまり服着た状態でさらに服を着せてしまったって言ったらいいのかな。頭があったらこういう風に頭あるじゃないですか、こういう髪の毛が。でこれにこう入るようにしてしまったから巨大化してしまったんですよ、この帽子がね。だからこれもやっぱりおかしい。この帽子取りますね。そしたら髪の毛も取ったらこの人の頭蓋骨ってこれぐらいじゃないですか。でこれにこう髪の毛が生えてるわけじゃないですか。だから帽子はここまで大きく ならないというか、この頭蓋骨にはめるものって考えると これぐらいの大きさになるはずなんですよっていう。でこの裸にした状態でじゃあ今度はさらにここから歪みを整えていくわけですよね。で歪みはザクリと、まずまあ胴体、上半身こう胴体こうあるじゃないですか。でまあ胸がありますよね。でこの人は右肩を上げてるんで胸も引っ張られてちょっと上に上がるんですよ、こういう風に。おっぱいはこういう風についてるじゃないですか。だけどこの人みたいにこう手を上げたらこっち下げてたらとしたらおっぱいも上がるんですよ、こうやってこれは大げさに書いてますよ。これ極端だけども、腕をこう上げるということはここについてるものも一緒に持ち上がるって言ったらいいのかな。だからそういうこともまあ僕は考えるんですね、こういう絵を描くときに。体をグリンってこっちにねじってるじゃないですか。だからこうへそとかも考えると こうなるというか、女の人はやっぱり下半身が大きいんでこの上半身のここに比べてここがちょっと乏しいと思うから、もうちょっとこう大きくした方が安定するというか、よりセクシーになるって言ったらいいのかな。こういう風な感じでまあ整えていくんですね。でこういう感じでまあしていくんですが、ここでまだ安心しないで、そのさっき あの裏から見るっていうのでも確認したいと思います。これもともとなんかちょっと歪みがあったんで、今これ僕ちゃちゃって軽く例として書きましたけども、これもまだ歪んでる可能性があるから、で今トレースドアイを持ってきました。だから上から見たらおかしいな全然おかしいな。まあちょっと裏からこう見てみますね。でやっぱりこう首が突き出してるみたいな風に言ってたじゃないですか。首がね突き出してるように見えるって言ってたじゃないですか。やっぱりこれ体整えても首が突き方がおかしいですよね。となるとやっぱこっから見ていかなきゃいけないっていう風になると思うんですよ。まあ、顔もだいぶ難しいな。この顔はあんま変えたくないんで、こうね、そもそも顔が歪んでるっていう話になるんですけど、顔はねちょっとあんまいじりたくないん で体をなるべくで、これでもう一回こっち向けてこっちをちょっと消しますね。こんな感じにしていくと整ってくるのかな。ざっくりとこういう感じで歪みがなくなってきたんじゃないかな。顔はねもうあえてあんまりいじってません。裏向けたらこの辺もおかしいなと思ったんだけど、体の方を整えてみました。これで首、上半身、下半身、あこれだよね、この 1,2,3 顔、首と上半身と下半身、この3つのパーツが自然にくっついてきたんじゃないかなっていうふうに思います。帽子をちょっと小さくしました。大きく感じたんで、あれ思い出したよ、ドロロンエンマくんのシャポジー今の子わかんない。ドロロンエンマくんっていうアニメが昔あったんだよ。エンマくんっていう少年が帽子かぶってて、あの帽子が
喋るの。ハリーポッター、ハリーポッターって言った方がいいか、ハリーポッターって言った方がいい。エンマくん、エンマくんってどんなんだったかな、エンマくんってどんなんだったっけ。すっげーなんかこんな目つきが悪いエンマだからさ、どんな髪型か全然覚えてない。なんか結構長かった気がするな。こんなこんなんじゃなかった。なんかこんなやつがいて、頭にこういう三角の帽子をかぶってるのね。すっげえ歯がでかかった。なんかこんなシャポジーってやつがいて、こんなのかな違うかもしれない。なんかこいつがなんかあマントみたいなかぶってたかな。なんか喋るんだよこいつが。これを思い出した。わからんって。わかる人だけ通じてて、わかる人はあー、あれあれって今言ってると思う。俺らと同じ世代の人いたの、こういうの。髪の毛のウェーブね。これも細かいとちょっとこう古臭い頭に見えるっていうか、昭和っぽく見えるっていうか、顔がこうあったら昭和の髪の毛ってこんな感じなんでね、昭和のパーマって言ったらいいの、なんかこれが細かいって言ったらいいのだけど、今はそこまで細かくなくて、ウェーブがあるとしても緩やかな方が今っぽいっていうか、細かくくるくるさせると古くなっちゃうんで、ちょっと緩やかなウェーブにしました。今っぽくストールみたいな、ショールみたいな、上着と、上着じゃないな、なんつったらいいの、この下の服とくっついてないように見えたんで、ここからくっついてるよっていうことがちょっとわかるようにして、で下半身が小さく見えたので、下半身をこう大きくすることで女性らしいセクシーさっていうかね、こうお姉さんらしさがより出たかなと。まあここまで書いて、こんだけ体をねじるのってちょっとこう厳しいというか、現実でここまでグリンってなるかって言われるとならないと思うんだけど、もう漫画界のあるあるっていうか、なんだろう、女の人がこう振り向いてて、グリンってこうお尻をガーってこう向けてて、胸がこう見えてるみたいな、なんかこんなポーズがすごい多いっていうか、漫画はここまでするのすっごい厳しいポーズなんだけど、もうこういうのはもうアニメとか漫画のあるあるっていうか、このボディラインを魅力的に見せるための演出だったりとかするので、まあ多少この辺は無理があっても俺はいいかなというふうに思ってます。この足がね、右足を前に出すか左足を前に出すかって悩んだんだけど、まあ俺的にやっぱりこうこっち向いて、こっちは足こっち向いてるみたいな、こう向いてこれはこう、ここがこうグリンってこうねじってる方が魅力的だと思ったので、左足を前に出させてもらいました。かなり無理があるポーズだけども、この方が女性らしく見えるかなという効果を狙ってあえてこうしました。それではピーネしていきます。今回もスケペンとインクでプロセス AI で毎回言ってる。ドゥルルン、ウドゥルン、デルデルベ。ドゥルルン、ウドゥルン、デルデルベ。地獄の闇からデルデルベ。湧いて出たのはなんだらば。可愛子ちゃんの枕元。そこで閻魔くん。そこで閻魔くん。大暴れたらデルデルベ。昔のアニメだね。今の10代20代の人たちは知らないと思うんだけど、でも変わってないなと思うのは、今の子供も昔の子供も妖怪とかそういうのは好きなんだよね。妖怪ウォッチとかもちょっと前に流行ったけどさ、子供って結局そういうなんかこう驚々しいものが好きっていうか、そういうちょっと怖いものに興味があるよね。学校の階段とかちょっと怖い話がさ流行ったりするじゃん。トイレの花子さんとか、俺らの時代はなんか口裂け女とかなんか流行ったかな。なんかいろいろあるじゃん、なんか メリーさん、隣のメリーさんじゃない後ろのメリーさんじゃない、なんかそんなんとかさ、なんか必
ずあるよね。今も昔も子供ってそういうのが好きっていうか、ちょっとこうおどろおどろしい世界に、だからまた出てくると思うよ、こういう新しいのが、違うタイプの新しい妖怪アニメというか、妖怪漫画というか、妖怪とかお化けとかモンスターとか鬼、うん、鬼滅の刃とかもそうだけど、だからあのイラスト描いてる子も流血とかさ、包帯巻いてるとか、そういう痛々しい絵を描くのが好きな人も多いっていうかね。俺もそうだったよ。俺も10代の時そんな絵ばっか描いてて、ホラーチックなというか流血の絵とかすごい大好きだったから、殺人の絵とか暴力的な絵が好きだったのよ。なんか殴る蹴るとかみたいな。まあでも若い時はそういう暴力的なものに興味を持つ時ってあるっていうか、例えばファッションでもなんかヘビメタとかパンクロッカーみたいな、ああいうのもなんかそうじゃん、なんか骸骨とかドクロとかさ、服に画鋲みたいなの刺さったりとか、あとなんか あれだよね、今あれ昆虫なんだっけ、昆虫採集セットみたいな売ってんのかな今でも。あれ残酷だよね。今俺らの時はなんかそんなあったよ、昆虫採集セットとか言って、箱に注射器とか緑の液体とかピンクの液体とか入ってて、なんつったらいいの、なんかキットがあるんだよこういう箱に、安いで、この注射器とかなんかこうセットになってるの、なんか薬品みたいなものが、あんなものただの色水と注射器もどきというかおもちゃだと思うんだけど、あれをその昆虫にさ、捕まえた昆虫に打ったり刺したりとかして、すっげえ残酷だよね今思ったら。今はそういうおもちゃがあんのかないのか知らんけど、俺らの時あってよ、でやってたよ俺そういうの、昆虫捕まえた昆虫刺したり切ったりしてたよ。ひどいよね考えたら。すげえ残酷。でもなんか子供の時ってやっぱそういう残酷なものに興味がある時期ってあるよね。あるし、多分そういうのを通過しないといけない部分もあるんだろうね。そういうのが全くなくても変な大人になっちゃうっていうか、その子供の時になんかいろいろそういうのやってで、なんか覚えるんだろうね。今何でもかんでも全部もう子供から刃物も取り上げて、ドロンコ遊びもさせずに、なんかそんな風になると、なんかそれはそれでなんかいいのかなっていう。ドロロン閻魔くんの話に戻るけど、子供の時マジで怖かったの、ドロロン閻魔くん。なんか妖怪のアニメなんだけど、エンディングめっちゃ怖くなかった？これ俺らの世代は通じると思うんだけど、若い人分かんなくて申し訳ないけど、あれドロロン閻魔くんのエンディングとかマジ怖くなかった？なんか昔のやつってさ、アニメってマジ怖かったよね。あのゲゲゲの鬼太郎とかもさ、まああれは何度もリメイクされてるんで知ってるっていう人とか聞いたことあるっていう人いると思うんだけど、ゲゲゲの鬼太郎もさ、白黒時代ってマジ怖かったよね。怖くなかった？ゲゲゲの鬼太郎。俺なんかさ、俺なんか思い出した、俺ゲゲゲの鬼太郎でさ、あ、ゲゲゲの鬼太郎の話した、間違えた。話に夢中になったら、ゲゲゲの鬼太郎でさ、俺さ、なんか忘れられないエロい話があって、鬼太郎が悪い妖怪にやられて、鬼太郎の善人の心っていうか美しい心が汚されるっていう話があったのね。でその鬼太郎が悪いやつになるんだよ。悪いやつになった鬼太郎が猫娘に対してヒヒヒみたいな、やらしい目で見るっていう話があって、俺それがね、子供の時すっげえ刺激的だったのか。エロっていうか、鬼太郎エロと思って。猫娘は当然もうなんか、やめなよ鬼太郎とか言って、当然そのエロい展開にはならないよ、もちろんね。そういう展開にはならなかったんだけど、なんかその鬼太郎が、の心が汚れて、そういう汚い心になって、時の描写が結構ね、子供の俺にはショッキングだと思う。猫娘にエロい目で見るというか、エロい気持ちになるっていう猫娘に対して。で、そうそう、あ、思い出した。で、その、鬼太郎の悪に侵された悪い心をどうやって善に戻すかっていう方法も衝撃だったんだけど、鬼太郎の親父が、鬼太郎の心を洗うんじゃ、鬼太郎を救うにはこれしかない、鬼太郎の汚れた心を綺麗に洗うんじゃとか言って、その鬼太郎の内臓を取り出すんだよね。なんか心臓を鬼太郎からグーって取り出して、それを水で洗うっていう。ジャムジャム洗濯して心臓を鬼太郎の口の中にまた戻すっていうか、いろいろショッキングだった、なんかあの話は。ええー、と思って引いたわ俺、子供の時の俺は。なんかもうドン引き。
妖怪だからさ、まあ鬼太郎はね、鬼太郎は妖怪だから俺ら人間とは違うので、まあ、口の中からその心臓を出してさ、それを水で洗うっていう方法はまあ漫画だしさ、もうわからないでもないんだけど、洗いっていうか、そのなんか解決方法がめちゃくちゃ洗いっていうか、最終手段はこれしかない、汚れた鬼太郎の心をきれいに洗うんじゃいやなんかまあ、わからないでもないんだけど、そんな簡単に心って洗えるんだっていうか、心臓を取り出して、洗濯して、体内に戻すっていう、なんか、そんなことで、心が綺麗になるんだったら、なんかそれはそれでいいかなみたいなね。なんか、いろんな気持ちになるよ。いろんな気持ちになる回だったね、あれはね。マスキングをねしようかと思います。こういうあんまり使わないいらないトーンで周りをちょっと保護していきますね。もうこの方法しかない、汚れた鬼太郎の心を洗うんじゃちょ、これしばらくちょ、これブームっていうか言い続けそうな気がする。これをマイブーム、今ハイドさんのマイブームは何ですかって言われたら、鬼太郎の汚れた心を洗うっていうふうに俺は答えるよ。そんなやり方で心が綺麗になったらいいなって。心を入れ替えるとかいう言葉があるもんね。でもね、だからそっから水木先生は発想したというか、心を綺麗に洗って体内に戻す、つまり心を入れ替えるっていう発想になったんだと思うんだけどね。残された手段はこれしかない、汚れた心を洗うんじゃふふふふ。どこまでかけようかな。あんまりマスクをかけすぎても。これぐらいでいいかな。この人に近い塗り方をしようと思います。このハイドチャンネルでは、イラスト添削動画は年齢が一桁の人から60代の人まで届くんで、採用してる絵も若い人ばっかりじゃなくて、実は一桁の人から60歳手前の人まで採用してます。毎回この人が何歳って言ってないけど、中には年齢言わないでほしいって書いてる人もいるから毎回言ってないけど、実はそれぐらい幅広い年齢の人の絵を採用してます。多分そんな60代とかの人の絵まで取り上げてるのは俺んとこのチャンネルだけじゃないかな。だいたいみんな10代20代、まあ言ってでも30代までかと思うんだけど、俺の動画はね、なぜかいろんな世代の人がまんべんなく見てくる。あの YouTube の視聴者さんの年齢とかはどれぐらいの人が見てるか分かる画面があるのね。俺んとこのチャンネルって10代20代30代40代全部まんべんなくグラフが綺麗に均等に割れてるっていう珍しいチャンネルです。普通はねどっか年齢偏るんだけど、世代が。あ、ちなみに男女比も半々ぐらいです。ちょっと男子が多いかな。ちょっと男子が多いぐらいで、男女比もほぼ半々です。すごい珍しいチャンネル。でちょっとインクを乾かします。
したらこれめくっていきます。で、消しゴムかけていこうかな。視聴者さんからもらった開運様消しゴム、これを使っていきます。ドローンゲーマくんも消していきます。ドローンゲーマくんこんなんだったか定かではないんだけど、ね、セクシー姉ちゃんも消していって、この昆虫採集セットも消していきます。この変な胸の絵も消していきます。変な帽子も、さよなら変な帽子。体の説明もね、消しゴムかけてて白いとこも消すんですねっていうことに時々驚かれるんだけど、こんな風に手で触るとちょっとこう灰色になるって言ったらいいのかな。だからこういう絵を描いてないところも消していきます。下書きの線が残ってたり、この紙が汚れてるとそれだけでも素人っぽく見えるというか、自分の絵を大事に扱ってないなっていう風に見られちゃうので、紙は元の真っ白の紙に戻すつもりで消しゴムをかけていきます。時々下書きの線がいっぱい残ったままの状態で絵を見せに来る人がいるんだけども、それだけでちゃんとしてないように見えてしまうというか、この消しゴムをかけるっていう作業は特別な難しいテクニックいらないわけですよ。これで誰でもこうやって小学生でもできることなのね。でこれをやってないっていうだけで印象が悪くなります。だから消しゴムはしっかりかけて、下書きの線は全部きれいに消してください。これがね、学校でも何回言ってもわからない人がいます。まあその人はもうね、走行止まりというかね、本気じゃない人だと思うんですけども、まあこれは別に手書きでもクリスタでも一緒だと思いますよ。下書きの線がいっぱいの状態で人に見せるとか提出するっていうのは、自分の絵を見てくれる人をちょっとこう軽く見てるよね。綺麗にして、はい完成しましたっていう状態で見てもらうのが誠意だよね。絵を見てもらう人に対するね、そういうことが分かってるか分かってないかっていうのがプロになるかならないかっていうところだと思うね。その結局そういう気持ちがあるかっていうか、自分の絵を見てくれたり自分の漫画を読んでくれる人に対してのリスペクトがあるかないかっていうのは、それはもう絵の技術とかテクニックとかいう話じゃないじゃないですか。心の話じゃないですか。で、そういう心がある人はそれ以上になれる可能性があるけど、その心がない人はもうそこまで止まりです。この辺ちょっと書いてない、ちょっと書き足さないといけないね。で、消しゴムをかけると、清書した線だけ残るんで、こっからさらに整えていきます。特に髪の毛のあたり、ね、こう。これでホワイトをかけていきたいと思います。今回はあんまりかけるところないかな、まあ、全体的に整えていく程度で。で、ホワイトが乾くまで待ちます。では、トーンを貼っていきます。まあ、今みんなね、トーンがクリスタとか使って貼ってると思うんで、僕のこの作業は、まあ、無視してください。まあ、こういうやり方してる人もいるんだなっていうことで。この方は、どうやらクリスタではなくて、僕と同じようにこういう道具を使って貼ってるみたいですね。似たような色のトーンを貼っていこうと思います。トーンがね、だんだん、なくなってきたんで、また買わないといけない。これが、まあ、こういう道具の欠点ですよね。なくなるというね。これがデジタルだったら、物質的になくなることがないけれども、こういうものはなくなってしまうので、時々買わなきゃいけないっていうね。これが、で、デジタルはその点、在庫切れっていうことがないのがいいなと思います。僕ね、まあ、YouTube でこうやって手で作業してるとこばっかり見せてるんで、こういうことばっかりやってるように見えるかもしれないですけど、仕事ではクリップスタジオとか、フォトショップとか使って原稿を書いてます。今、久しぶりに漫画の仕事が入ってて、こうフルカラーの漫画原稿を今書いてるんですけど、クリスタとフォトショップフル稼働で制作してます。あんまりそういうイメージないかもしれないですけどね。
こっちの元の原稿を見るとこの袖のとこだけなぜか、まあ、削りが入ってるんだよね。これが僕はこっちの服とこっちの服と違う素材なのかなって思ったとこなんですけど、こっちだけ薄くって袖がなんか向こうは透けてるように見せたかったのかちょっとわからないんですけども、ちょっと同じようにはしないでおこうと思います。もしこれ削るんだったらこの胴体の方も同じように陰影をつけて削らないと同じ服に見てもらえないですよね。だから削るんだったら全部削る、削らないんだったら削らないっていう風に処理を統一しないと誤解を生むっていう風に思います。僕はこれで置いときますね。こっから削るとなんかスケスケの服になりそうな気がするんで、帽子もこれに近いスラメトーンを貼っていきます。で肌の部分は何も影が張ってないんですけども、ちょっとだけこっちには貼ろうと思います。
こんな感じでどうかな。ちょびっとだけ薄く影入れてみました。このキャラクター神崎里奈さんはわがままなんだけど人を引きつける魅力がある人っていう風な設定らしいんで、ちょっとね口元口紅塗ってるような感じにして色っぽさっていうものを出してみました。この人ねすごい綺麗な人だと思うので、その魅力が分かりやすいようにっていうことなんですけど、これを書いたアキラさんが魅力って何でしょうっていうふうにメールで書いてあったんだよね。すごい難しいテーマを考えてらっしゃるなと思ったんですけども、だけど絵描きっていうのはそれを追求するもので、この考え方っていうのは僕はすごくいいと思うんですね。まあ僕は漫画家だったので、一番求められるのって読者から共感とか憧れみたいなものがないと採用してもらえなかったんですよ。だけど共感とか憧れって答えがないじゃないですか。目に見えないものだから。まあ魅力っていうものも、その目に見えないものの一つだと思うんですけども、漫画のキャラクターであれば、この人の性格とか態度、行動、言葉、それらのものすべてが魅力っていうものにつながるので、まあ、漫画だったらそういう話になっていくんですけど、まあこれはイラスト添削動画なので、見た目っていう、絵っていうものに特化して話そうと思うんですが、大きく3つのことを考えてください。1つは自分の好きを追求するということ。まず人から見て何が魅力だろうって考える前に、これを書いてるアキラさんが何に魅力を感じるかっていうことです。魅力って言っても人によって違うじゃないですか。例えばこういう大人っぽい女性が好きだっていう人もいれば、幼女みたいな幼い女の子に魅力を感じる人もいるわけですよね。100人いたら100人魅力を感じるツボっていうのは違うから、全部に合わせることはできないんですよ。だからまず自分という絵師がどういう女性に魅力を感じるか、どういう女性を描きたいかっていうところをとことん追求していくことですよね。例えば女の人だったら背が高い女性が好きなのか、低い女性が好きなのか、ロングヘアが好きなのか、ショートヘアが好きなのか、ファッションはどんな服を着る人が魅力的だと思うのかっていうのをとことん追求していくこと。そのためにいろんなファッション誌とかを見るのもいいでしょうし、テレビの中の女優さんとかアイドルとかに限らず、スポーツ選手とかカリスマ主婦とか何でもいいんですけども、自分がこの人素敵だなって思う人っていうのがどんな人かっていうのをリストアップして、その人のどこに魅力を感じるかバーってメモで書いていくといいと思います。そしたら自分が好きな傾向っていうのが分かると思うんですね。まず自分という絵師がどういう女性に魅力を感じるかっていうのを追求すること。どうしてそういうことをしなくちゃいけないかっていうと、僕はどうしても技術じゃなくて作家っていうのを育てることを重視してしまうんですけども、技術屋になってほしくないんですよね。絵を描いてる人たちにできれば作家になってほしいっていう頭があるんですよ。作家になるっていうことは、その人しか描けない魅力っていうものがないと必要とされないんですよね。だから自分の好きを追求するっていうことは、それがオリジナリティとか個性につながるから僕はこういう話をしてるんですよね。すごく技術はあるのに作家になれない人、アシスタント止まりの人っていうのは、そこを追求してないから作家になれないと思うんですよ。だからまず一つは自分の好きを追求すること。で、二つ目は、それだけじゃ浮世離れしてしまうかもしれないから、世間一般の人から見て好かれるものっていうものを取り入れてみる。例えば今の流行りのファッションってどんなんだろうとか、今人気のイラストレーターさんはどんな絵を描かれるんだろうとか、今はどういう髪型が流行ってるんだろうとか、そういう風なものを見てみて、それを自分の絵に取り入れてみる。で、この作業はどうしてやるかっていうと、個性とかオリジナリティを追求するのはいいことなんだけど、あまりにもそれが飛び出してしまうと、人から受け入れられない絵になってしまうと良くないので、時代の流れみたいなものを自分の絵にも取り入れるっていうことですよね。そういうことで世間からズレが生じにくくなるっていうことです。そのために今の作業をやります。3つ目、それでも譲れないところはどこかっていうことです。1つ目は自分の好きを追求する。2つ目は世間の流れや流行り、一般的に好かれるものっていうのを取り入れてみる。それでも私はこれが好きっていうものをもう一回
おさらいするって言ったらいいんでしょうかね。なんでかっていうとやっぱりそこが作家性なんですよね。自分が何を目指すかっていうことなんですけど、まあこの方は SNS に自分の絵を発表できるようになりたいっていうのを言ってたので、プロになることを求めてないと思うんですけども、それでもあなたの絵が好きですとか、この絵が好みですって言ってもらったら嬉しいじゃないですか。絵描きはみんなね、この絵誰でも描けそうだよねとか、この絵どっかで見たわとか、なんかこの絵のパクリだよねって言われるよりも、あなたの絵が好きです、あなたの描くタッチが好きです、あなたの描く女の子が可愛いですって言われた方が嬉しいじゃないですか。だからやっぱり自分しか描けない絵の魅力っていうのを僕は追求してほしいなって、どうしてもまあ絵を描いてる人に思っちゃうんですよね。まあ自分がどういう絵師になりたいかっていうのもあるんですけど、技術を褒められたい人はひたすら技術を磨いてください。で、自分のセンスや感性を褒められたい人はオリジナリティっていうものを追求してください。アキラさんは僕の動画を見つけたのはごく最近だそうです。ここ1ヶ月ぐらいっていうに書いてあったね、メールに。だけど僕のチャンネルを見てからもう毎日毎日僕の動画を見漁ってくれてるそうなんですよね。で、以前絵を描いててしばらく絵を描くことはやめてたんだけど、僕の動画を見てもう一回絵を描いてみようっていうふうに思ってくれたそうなんですよ。すごく嬉しいですね。なので、まあ、僕の今の話がこれからのアキラさんの創作活動のヒントになればいいなっていうふうに思います。はい、完成しました。帽子の大きさを顔に合わせて小さくしました。髪のウェーブをもう少し大きくして昭和っぽさをなくしました。胴体と袖が違う服のように見えたので、つながって見えるように表現しました。上半身に対してお尻が小さかったので、お尻を一回り大きくしました。口紅を塗ってるように描いて、このキャラクターがよりセクシーに見えるようにしました。人間の体の部分にも薄い影を入れて立体的に見えるようにしました。絵を描くヒントにしてください。この動画はハイドチャンネルがお送りしました。